ちらも、ね、超えるんですが、まあ、去年の司会は新井亮平君と、まあ、後藤君だったんですけど、その人たちが受け継いで、今年僕たち2人が司会初めてということで、まあ、初心者、まあ、司会初心者ということで、初心者マークの色に選んで、はい。頼む。一生もね、使えませんね。死んでるから。
分解したんですか。まあ毎日やってましたね。練習は当たる常に。いやもうそれを感じるぐらいのクオリティの高さ、ね、皆さんもすごい笑っていたので ね、 これ本当に次やる、はい、健太君に、はい、いいバトンタッチができたんじゃないかなと思いますね。いや本当に素晴らしかった。もう去年の俺らにはかなわないけど本当に素晴らしかった。いや超えたと思いますよ。超えさせていただいたんじゃないか。去年のやつ見たいんだけどさ。忘れちゃったからもうやめた。俺はいいんだけど高野と染めたら やがるからね。やめたから。あとビチビチね、仲間はんねんと思われちゃった。今日はね、まあね、ケニーリアン、はい、ポッティング買ったら買ったらいじってほしい。あ、これも今すぐ買ったか。そうなんです。あのこれ本当にポップティーンってあの女性誌っていうか若い子が読む雑誌なんですけど、この、コントのためにツタヤに行ったんですよ。この男一人がこんな男臭いやつが店員さんに、すいません ポップティーンって雑誌ありますかねって聞いたら、店員さんが一回こうメンズの雑誌の方に行って、おかしいなっつって、あんな男臭いやつがポップ、あ、すいませんポップティーンですよねって確認されて、はいポップティーンです。頑張って買ったと。恥ずかしい。恥ずかしいですね、それは。まあ、そこの苦労もね、まあ、いろいろ8枚でも最高じゃって。太田君の手作りですね。僕が手作りで。すごい。キモいですね。やってるなんか気持ち悪い。そうですよね。なんか聞いてそうだ。一人でなんか、ぬってだと思って気持ち悪いですね。手作りして、まあ、自分で何やってんだろう。自分何やってんだろう。オークションで出すか、これじゃ。いらないでしょ。いらないんじゃない。知らないでしょ。まあまあまあ、それはまあ後々考えましょう。ではまあ、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、正直、怖さもありますが、ここで、まあ、見せ場を作ってくれるってこと。